宋人式発4年3月19日は、中国語漢末期から三国時代の武将。字は、古皇。予習敗国、剣の人。祖父は、宋宝、父は、宋沖。重慶は、宋宗。弟は、宋純。子は、宋康氏。宋会、宋半ら。孫は、宋初。三国式史、諸家高宋殿に、つてがある。寄兵を指揮して、 各地を転戦し、後には防衛司令官となり、晩年は大将軍、大芝にまで登った。関岸、総統の長兄、栄戦隊主将法の孫にあたり、曹操と同族である。1974年から1977年にかけて暗記書を白州し、上空の城南一帯で古墳群が発掘された。調査の結果、この古墳群は、 総一族の墓と判明した。それによると、大長州、総統海計総君古衛船大衆総法、長水公遺総置クレ軍大衆、総カナと、総一族の名が記されている。武勇に優れ、若い頃から、休日、馬術、狩猟を好んだ。父は、弟の総淳が14歳の時に亡くなったが、総人は、総淳とは別居していたという。 豪傑が並び立った後、密かに若者千人余りを集め、歪水、死水で暴れ回った。その後、曹操の配下に入り、別武士は、行励むき先行為となった。193年、袁術との戦いで、多くの敵兵を斬首、捕獲した。さらに、刀剣との戦いでは騎兵を率いて、先方となり、別軍を指揮して、刀剣の武将である。 呂油を破り、北条において本軍に合流し、そこでも、大いに功績を上げた。曹操が火、花、即隅、海洋を攻撃すると、東剣が援軍を派遣してきたが、曹仁は再び騎兵を率いて、これを大いに破った。194年からの呂布との戦いでは、別軍を指揮して首を攻め落とし、呂布の武将の竜何を捕虜にした。196年、曹操が、 余州の黄金族を討伐し、剣定を迎えて巨匠を都に置いた際、総人はしばしば功績を立て、高用太守るに任命された。しかし、曹操は総人の勇気と知略を評価していたので、小キラ軍に赴任させずに、騎兵隊を指揮させたまま議論とした。197年、宛の長類との戦いで、総人は別軍を指揮して、近隣の県を攻撃し、 男女3000人余りを捕虜にした。曹操が撤退中に蝶犬の追撃を受けると、敗北して軍は指揮を失ったが、曹人は指揮下の将兵を励まし、大いに奮戦した。曹操は、曹人の働きに深く感嘆し、かくて、蝶犬を破った。199年春2月、河内の長陽が暗殺され、その旧部下が曹操派と炎症派に分かれて対立し、炎症派の方が、 主導権を握り、シャイヌに駐屯して、炎章の軍を呼び寄せようとした。夏4月、宋人は、曹操の命令で、主官らと共に炎章と合流しようとした方を犬城に置いて破り、切った。200年、曹操と炎章が決戦した時は、炎章の武将の劉備が今日攻撃し、多くの諸剣を炎章側に寝返らせていたため、曹操は不安になった。 宋人は曹操に対し、劉備が指揮しているのは炎章の兵ですから、その運用に慣れておらず、戦えば勝てますと主張し、曹操はこれを良しとした。宋人は騎兵を指揮して、劉備を破り、離反した諸剣をすべて奪回して帰還した。炎章は武将の半岳を使って、西方の交通の遮断をしようとしたが、宋人は取り落選で、半岳を大破した。 このため炎章はそれを諦めた。また、士官らと共に炎章の兵浪者を襲撃し、これを焼き払った。205年、光津氏の立てこもる、壺関を包囲した際、曹操は敵は一人残らず穴埋めにせよと触れし、連合しても下すことができなかった。曹人は、城を囲む時には必ず勝門を示し、生きる道を開けておくものです。必ず殺すことを告げて、 固い城を攻めるのは、良策ではありませんと諌めた。曹操が、この意見に従うと、敵は降伏した。曹人は、前後の功績により、都抵抗に封じられた。208年、慶州の南軍攻防戦で、曹人派行、進む南将軍として、校僚を守り、孫権軍の都督周遊と戦った。周儀が、数万の兵を率いて来襲すると、曹仁は、 武将の牛金に300の兵を与え、周遊軍の先方の6000機の軍勢と戦わせるが、牛金は包囲された。これを見た調理の陳イらは青ざめたが、僧人は激怒し、陳イの制止を振り切って、直属の勇士数十機を引き連れで移ろした。堀を当たってそのまま敵陣に突入し、果敢に牛金を救助した後、取り残された兵がいたので再び敵陣に突入して、救出した。 敵軍は交代し、地に伊佐村は、宗人の勇敢さを、将軍は真に天神なりと称賛し、三軍は振幅した。曹操も、宗人の功績を評価し、阿弥抵抗に国返した。戦いは一年余り続き、宗人は周遊に傷を負わせるなど善戦したが、結局は、周遊らに敗れ、孔陵を失った。孔陵の北道を関羽が断ち切っていたが、序南から駆けつけた。 李通が羽を攻撃し、自ら包囲に突入して、僧仁を救出した。211年3月、馬長が反乱を起こすと、曹操は僧仁を、行きやすに師軍に任命して、防御軍の司令官とし、自身が到着するまで同艦を守備させた。7月に、曹操が不人し、9月には馬長を、伊南で破った。果敢で、イケルハクとタギンが反乱を起こすと、 宋人派行行基将軍に任命され、七軍の司令官として、その追悼に当たった。その後、再び行進む南将軍となり、仮武士として、藩城に駐屯し、慶州を鎮守した。218年10月、南洋大衆、東里との過酷な軍務が原因で、宛の豪族の法恩、英海らが無本を起こし、関羽と連合して、金県を略奪した。宋人は、 宝徳ら諸軍の指揮を取って、これを討伐し、放逐された東里根と合流した。翌219年正月、当て城を陥落させて、法恩らを処刑し、藩城に帰還した。正式に進む南将軍に任命された。関羽との慶州争奪戦では、連日の悪天豪雨によって、関水が氾濫し、藩城の外に駐屯していた宝徳は水没して、羽に切られた。 援軍の浮きんだ七軍も水没し、羽に降伏した。艦は船を並べて水没した繁盛を包囲し、僧人の手元には数千の陣馬しか残っていなかったが、万長と共に、女皇の援軍到達まで軍機を徹底し、兵をこぶしてよく守り、その猛攻を防ぎ切った。女皇が外部から羽を攻撃すると、僧人も城から出て、羽を攻撃し、羽を撤退させた。 220年、宗儀が、義王に着くと、釈将軍、戸と食原上駅三州所軍事、鎮口に昇進し、2000個の家像を受け、領有計3500個となった。父の総王にも、鎮淳志港が追増され、墓森の家が10軒付けられた。中央では、繁盛、上用には、食料がないので防ぐことができないとの意見が出され、 宗人はしぶりつつも京州北部を捨ててあてに撤退したが、案の定、城陽を尊敬に占拠されてしまった。その後、ジョコラと共に、城陽に立てこもるクレの陳承を破り、城陽を奪還した。将軍の交戦に命じて、関水南部の住民を北部に移住させるように、計らった。二十一年四月、文帝は宋人を大将軍に任命し、次に、林英に、 タムロ地を移転させて、大芝に任命した。宋人は、諸軍の指揮を取り、右行を占拠し、引き返して、合比に駐屯した。222年秋9月、不評と、騎兵数万を指揮して、十数に進軍した。この戦役は、宋急らが、道口地、信らが孔領へ、同時期に進撃する大規模なものだった。223年3月、 武将の常長やこの宗安氏に、別動隊の指揮を任せ、呉の術と下った主官を欺き、呉軍を分散させることに成功したが、主、官の本体が少ない手勢で奮戦したため攻めきれず、常長の別動隊が先に打ち破られたため、軍を引いて撤退した。同年3月19日、病死。56歳であった。中高と送りなされ、この宗安氏が後を継いだ。 また、総会、総藩にも優が分与され、共に劣行となった。総安氏は、鎮東将軍、仮武まで昇進した。総安氏の後はその子の総発が継いだ。233年5月、義の行進の中で航空が顕著なものとして、総人は、過去を圧し、定育と共に、曹操の病庭に祀られた。行進の合志はたびたび行われたが、この三人が最初であった。 宋人は若い頃は乱暴者であったが、曹操に従うと、過去の行為を戒めて成長し、厳格に法を遵守し、常に法と照らし合わせて、新商筆罰を行うなど、諸将の見本になったとされている。宋妃は、右岸性罰に赴いた宋将に対し、宋人を見習って、軍令を適用するようにと手紙で忠告している。風子は、宋人の武勇は、猛符、回駆に匹敵し、 長領はその次に位置すると評価している。渡辺義博は総人を、総隆氏を支えた名称であり、過去し、宋氏の中で、最も軍事的成功を収めたと評価している。名称であるがゆえに、各地の戦いを転戦したことで、演技では完全な引き立て役にされてしまったとしている。小説、三国志演義では、半島卓連合の際に、宋宋のもとに宋公ともに長谷参じ、 曹操軍の戦いでたびたびその名が見られる。両夫との戦いでは、曹操の命令を受け、別軍で、古廃城を攻略して、守備を固め、両夫を下避城に追い込んだ。新野の劉備軍との戦いでは、利天の助言をことごとく知りけ、全服に八門金鎖の陣を破られて大敗し、曹操を自ら慶州に攻め入った際には、曹操と前陣を務めるが、 無人の任意の城に入城して、諸葛亮の家計に敗れる。南軍では、周遊と激しい攻防を繰り広げ、牛金が包囲された際は、ほぼ史実通りの顛末で、クレ軍を敗走させている。医療を奪われて情勢が危うくなると、曹操の文書に記された作戦を実行し、周遊に焼傷を負わせて、クレ軍を大破するが、周遊の死の偽装にはまって、南軍を失った。 馬長、関水が指揮を取る清涼軍との戦いでは、双方が短期なため同館の守備に失敗すると、曹操をいさめ、果たして双方が敗北し、曹操が激怒して、同館への突撃を図ると、まず陣営を築くよう進言した。館が指揮を取る慶州軍との戦いでは、万長の意見を聞かずに苦戦したが、繁盛陥落の危機には、万長のいさめで奮起し、館に焼き図を負わせ、 女皇の救援と後が慶州を奪ったことで盛り返し、ついには慶州軍を撃退した。総飛の第二はクレーの三方面軍の内術を担当するが、遠征による疲労と地の不利で、前方部隊の常長が壊滅して撤退する。その後、クレ職が再度同盟した頃にはすでに死去していたことが明かされる。総人は物語中で総皇と一緒に登場する機会が多く、 共に、休日、馬術に熟達し、武芸百般に精通していると紹介されている。性格では、強い自負心が災いし、部下の助言を聞き入れずに痛手を負うという場面が多い。一方、よく踏みとどまり、西陵軍から必死に陣営を守って、被害を最小に抑え、慶州軍からは、繁盛を守りきっている。また、巨匠や南軍を、はじめ、重要拠点や、 本人の守備を大軍と共にしばしば任されており、曹操からの厚い信頼がうかがい知れる。曹操の将軍たちが泥港に皮肉を言われた際に、曹仁は、陽精に対しとけなされているが、史実で臨職と記述されている曹操と取り違えている模様である。曹操一族の墳母から、長水港伊曹沖あざ元森と描かれたレンガが出土した。暗記省白剣博物館、白剣。 曹操相続母荘、文物発揮、1978年、P33。推計中によると、県に、相当の兄の墓があり、その秘文は、菅の永仙大衆僧君は、延期9年に没した及び、大中大部、芝、長氏、自中を歴任し、長水行為に昇進し、39歳で没したと、記されている。また、177年、 双方の子で総沖の弟である、そうだが埋葬され、その碑文に、漢の越者、紀平成6年に没死したと記されている。クレシュデン、文定記、三国志武将34戦。ありがとうございます。